ジャパンドロイズは、カナダバンクーバー出身のインディーロックバンド。ブライアン・キングとデビッド・プラウズにより2006年に結成。ドラムとボーカルの二人組である。ライブで演奏するバンド2000年、ビクトリア大学で、ブライアン・キングとデビッド・プラウズが出会う。二人は共通の音楽を通じて親友になり、地元の音楽シーンにのめり込むようになる。 二人ともバンド経験はないが楽器は弾けたので、大学を卒業して、バンドを始めることにする。バンクーバーに引っ越しボーカルなど他のメンバーを見つけようとしたが全く見つからず、彼らはそのまま二人で活動を続けた。バンドは2007年、オールライズと2008年、ララバイデス・ジャムズという2枚の EP をセルフリリースする。2009年、ファーストアルバム。 ポストナッシングをリリース。同年の末には、地元カナダのエクスクレームをはじめ、ピッチフォーク、スピン、NME、ステリオガムほか、多くのメディアが年間ベストアルバムの1枚に選出した。2010年、バンドはツアーが多忙であったためニューアルバムのレコーディングを断念する。翌2011年バンドは、ファーストアルバムを手掛けた。 ジェシー・ガンダーとバンクーバーでアルバムのレコーディングを開始。2012年、セカンドアルバム、セレブレーション・ロックをリリース。2017年、サードアルバム、ニアツー・ーザ・ワイルド・ハート・オブ・ライフをリリース。スタジオアルバムコンピレーションアルバム EP。ありがとうございます。